撃マーサンポ、石目店長の突撃マーサンポ、イエーイ、ナーシルです。石目店長です。はい店長、実は私なんか聞いてますけど。聞いてんの？今回、うん、突撃じゃないらしいですよ。いや突撃だろ。いや突撃じゃないってわけですよ。いや違いますよ。いやいやそれじゃないそれじゃない、いつもは呼ばれてないのに言ってるのに、今回は、うん、呼ばれてマーサンポ。そうだわけ。はい、呼ばれてマーサンポ、呼ばれてマーサンポになってます。ほんと、はい、というのはね、電話があってビッグワンによ、うん、石峰店長のこの YouTube ね、はい、YouTube にどうやったら紹介してくれるのと、あいうお店のオーナーから。すごいですよ、本社に電話。本社だぜ。なかなかの行動派。はい、もう俺すぐ出ましたよ。あ、早いな。すぐ出ました。しかも石目店長がしたって噂ですよ。そうそうそう。だからこっちのお店の人もね、はい、僕から電話来たから、ってびっくりしたわけ。自ら店長自ら電話、嬉しいみたいな感じ。こっちも嬉しいんだけど。はい、あ、そうです。ぜひ取材させてくださいということで、はい、今日は来てるの。呼ばれてマーサンポ。呼ばれてマーサンポ。でここは場所は。場所はね、はい、うち、沖縄市のね、宮里にある、はい、もう小田高校。小田高校。うん、そして隣が、前行った、ほら、ね、パーラーのエールさん。エールさん。ね、そう。はい。で、そこの斜め向かい、市に近い。市に近い。名前がね、これね、はい、ハニーローストチキン。あのもう名前だけで美味しそう。うん、略して、はい、ハニーチキン。ハニーチキン。ちょっと待って、店長が略しただけじゃないの。あ、違う。いや、こっちの人が言ってたの。略してハニーチキン。そう。ほら、見てこれ。うわ、なんかもう、かわいい。このかわいいでしょ、これ。ミツバチが飛んでます。ほんまや。ミツバチハッチーのやつですね。ハッチー。なんかこれ入ってないか、最近。ハニーローストチキン。ハニーって言うと、ハチミツの甘さ。ハチミツでしょ。うん。ハニー。ハニー。ハッシュみたいな。いやいや、ハニーのやつね、甘いやつね、ただのローストチキンじゃねえんだよ。結構沖縄の人ってローストチキン食べますよね。食べるわ。なんか別にあのクリスマスだけじゃなくても、そう食べるよ。結構大型スーパーでも普通の惣菜コーナーでローストチキン売ってるじゃないですか。あるな、うん、あるな。結構売ってるんですよ。県外よりも結構食べてる回数、うん、多いんじゃないかなと思います。ちょっと行っちゃうぜ。いやー、行きましょう。突撃マーサンポ。こんにちは。あ、お邪魔します。小原さん。はい。ありがとうございます。お電話ありがとうございます。本当に。いやいや。お忙しくお電話いや、とんでもないですよ。いただきました。会いたかったです。ああ。いやー。そう言っていただいてありがとうございます。会いたかったです。本当に。だから今日はビッグワンの本社にわざわざ電話をくださってさ、本当に。いやいや、こういう風な依頼の仕方もありだなと思って。そうね。いや、皆さん、本当ありなんですよ。第1号で。はい、第1号です。そうなんです、ありがとう。うわ、すごいなと思ってすぐ電話をさせて。ただ今日、突撃マー散歩じゃなくて、呼ばれてマー散歩だったなっていう。そう突撃じゃなかったんで。とんでもないですよ。はい。で、だから、こちらのお店は、はい、チキン。それもローストチキン。ローストチキン。しかも、ハニーがついてる。はい。ハニー。マヌカハニーがなんか。ね、さっき見たらマヌカハニー。焼き上がった後に、めっちゃうまそうね。表面に飾られてる。楽しみですね。じゃあ、はい、今日じゃあそのご賞味マヌカハニーを、はい、ぜひ食べさせてください。はい、お店のなんかおすすめもあるみたいなので、はい、ぜひそれも、はい、あ、なるほど。じゃあそういうところもね、はい、聞きながら、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです。はい、ありがとうございます。うわあ、楽しみだ。さあ、というわけでちょっとね、注文をしたいんだけど、はい。にいろいろあるんだよ。うん、まあ丸焼きのチキン、おお、これ1枚1000円。で、これハーフだ。半分になると1000円。でね、ハニチキミニボックス。おお、うん、めっちゃ。ボックスってことはじゃなんかいろんなのが入ってる。ね、ベトナムみたいな感じになってるのかな。で、あとはチキンタコライス。はい、チキンタコ。なんでもなんかんでもなんかあれ、ちょっと縮めて言うのが好き。はい、僕もなんか電話ね、した時にたハニーローストチキンって言って、うん、ハニーチキねとかって言われて、そうなんだみたいなね。いや、いいですよ。キムタクみたいなもんですよ。はい、かわいい、まさか。もう俺のことかなって思ったら、おい、チキンのタコライスって、ちょっと食べたことないですけど、うん、なるほど。ちょっと楽しみですよね。いや、じゃあそれしよう。じゃあ、ハニーチキン。ミニボックスと、はい、このチキンタコライス、チキタコ、はい、じゃあそれ、はい、お願いします。はい、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 お願
お願いします。いや楽しみ。はい、誰かね、釣りをするわけですね。ご主人さん釣り、釣り、はい、そうですね。うわ、僕釣り、釣りするんですよ。そう、気が合うかもしれないですね。最近も行けてないから。あ、もうちょっとしたらまた魚拓も出てくるかもしれないね。あ、そうですね。あ、石目店長になってる。店長の裸で？なんでやねん。想像したいわ。なんでやねん。見たいなら見たいって言ったよ。さあさあ。お。はい。ありがとうございます。これがねボックスなんだね。あ、ボックス。あ、これチキンが入ってるわけですね。これどれぐらいの量ですかね、このボックスのチキン。ですね、半身の。また半分。半分ぐらい。ああ、なるほどなるほど。おお。でこれが？これがタコライス。タコライス。略してチキチキタコ。チキタコ。チキンに乗せてチキン乗ってるもん。でチキンの上にはチリソース。ああはい。ほら。なるほどなるほどなるほど。さん辛いのちょっと好きっていう。ああもう、あ、よくご存知で。よく知ってる。辛いです。はい、僕はね苦手ですよ。突撃マーサンポ。さあというわけでね。いいね、ナイスマン。めっちゃそそるな。チキンね。はい、チキンもす、はい、ここのお店の一押しのハニチキですよ。そうなんですね、はい、そしてこちらチリソースがついてるということ。これはちょっとお好みでということ。お好みで。まずはでも本当の素材のねまんまの味をいただきましょう。食べてみていいですか。はい、お行儀まで行くかもしれない。ちょっともう こうやって感じていいですか。いやいや、そうでしょそうでしょ。お箸で食べないでしょ。こういう感じですよ。染みてるって感じ。中はこれ焼き上がった後に塗る感じなんですか。そうです、焼き上がり。焼き上がり。いきます。え、なんかもう、いやちょっとうまそう。何、柔らかいじゃん横から見ても。めっちゃうまい。柔らかい。前が当てた瞬間にもうなんか切れてた。切れてた。切れてた。よかった、切れなかった。うわうまそう。しっとりとこのハニーが染み込んでるって感じ。うわこれいけるわ。じゃあ私も行ってみたいと思いますね、うん、すごい店長とまた色が違うんですよね。あ、このまま、はい、ソースをかけて、うん、いや珍しいですよ、タコライスでゆで卵が入ってるって。彩りもいいからね。チキタコいきますよ。ソースもめっちゃうまい。ソースこのソース手作り？あ、そうですか。うまー。いや、すごい。ちゃんとタコライスの味なんですけど。隠し味に何か入れてろ。黒糖出た。まあ、教えちゃダメ、簡単に、うん、これすごいですね。こうやってね、ほら大きめ のチキン乗っかってるんですよ。その下にね、見て、ほぐした、ほぐした、うん、ちゃんとチキンが入ってる。本当だ。なんかこれ食べ応えあるな。なんかすごい。すごいね。あ、すごいですね。なんかこれ見た。ほぐされたチキンも。ちょっとかけて食べたくなった。いや、美味しい。いや、美味しい。下の方にあるのこれニンニクですね。うん。ほら、ニンニクがしっかりあるの。だからこの匂いなんだ。いただきます。うわ、絶対美味しい。うまい。このさ、やっぱりね、沖縄っていうとほらローストチキンってあちこちにあるからね。ここは売りっていうとやっぱりハニーだよね。このマヌカハニーを使ったローストチキン、うん、ない、他にないですよね。聞いたことないな。だから聞いた時のハニーっていう言葉がすごく引っかかって、うん、あ、これ食べないといけないなと思って。これはなんかあるんですか、マヌカハニー。あ、これ使ってる。うわ、すごい。高級そう。トミグスクのニュージーランドさんなんだけど、トミグスクで、あ、売ってるわけですか。あって、そこから発送してる。あ、そうなんですか。うわ、こだわりがある。じゃあ、高級な蜂蜜を使って、うん、焼き上がりにする。うん、それとあとこのソースね。うん、まさか黒糖入ってると思わなかった。うん、これ初めて食べる、こんな味。うん、本当に甘いんだけど、後から来るピリっていうのがいいな。うん、いや、美味しい。突撃マーサンポ。バッチリ食べたー。ごちそうさまでした。本当に美味しかったね。いや、コンテナチキン初めてだな、俺。な、うん、蜂蜜でコーティングされた、はい、ね、そして焦げ目がついたチキンっていうのがなかなかいいんだよな。すごい。
ごい研究されて、うん、本当にもう地元に愛されるねハリチキになるということでね。それね、なんか、はい、先ほど聞いたらなんかあの学生さん、はい、高校生以下、はい、なんと100円引きって、はい、こちら書いてましたけど、こっから100円引き、いいの、高校生以下ですよ、高校生以下ダメですよ、高校生以下ダメでしょまさか学ランとか来てこないでよ、入学してこい、そしたら大丈夫だよ、小沢高校の、あ、したら大丈夫学ラン来て、来たら店長、もしかしてその頑張りに受けてしまって100円引きにするかもしれない、よろしくねじゃあというわけでね、はい、今日もね、このマン散歩ステッカーこちらを差し上げたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、行きましょう行きましょう。いや、わざわざね、もう電話してくださってありがとうございます、ありがとうございます、電話した回答、あ、いえいえ、はい、というわけでこのマサンポステッカー、はい、あちこち回ってるんですけど、はい、これ差し上げてるんですよ、ありがとうございます、もしよかったら目立つところで、はい、これも電話ですよ、はい、メルカリとか出させてください本当に、ね、売れるの嘘、ラビネートしてラビネートして差し上げます、はい、どうもありがとうございました、ごちそうさまでした、本当に美味しい、なんかもうね、もう本当ご連絡と、そして美味しいチキン、ありがとうございました、ね、皆さんもだからもうほらクリスマスも近いしね、はい、もうそういう時にこのローストチキン、はい、沖縄好きだから、うん、それにハニー、はい、ね、ハニーロースですよ、蜂蜜かかったローストチキン、まずね、まず食べてみて、最高でした、さあ、というわけで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、うん、でこのママさんがね、本当にあの石峰店長の裏側の大ファンということがですね、うん、本当嬉しかったですよね、めっちゃ見てた YouTube、 めっちゃ見てたよ、ナシルが辛いのが好きとかね、店長が辛いの苦手ですっていうのとかね、そういうなんかちょっとしたことをね、覚えていただけるだけでも本当に良かった、ね、嬉しいね、嬉しいよ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、このように、石峰店長とね、ナシルにこんなものを食べてほしいとかですね、はい、そういうあのね、ご連絡もお待ちしております、はい、コメントあったらすごく嬉しいです、はい、嬉しいです、あとチャンネル登録もね、よろしく、はい、お願いしますね、いいねボタンもお願いします、はい、これから知らないよ、もっと面白い動画ね、はい、面白い店紹介していくから、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ハニチキよろしくね、よろしくね、今日はこんなところです、ありがとうございます、めっちゃうまかった、ごちそうさまでした、絶対来てね。